現像チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。制限金沢アンバサダーの田代です。今日は、前節大活躍してくれたこの2人に登場してもらいます。自己紹介お願いします。背番号24番大月雄平です。いつも応援ありがとうございます。ありがとうございます。背番号3番諸江健人です。ありがとうございます。それでは早速前節の、栃木ウーバ戦どうだったですか、大月選手。前半から前からプレス行けて自分たちのやりたいようにできたんで、まあ、点は入んなかったですけど、その自分たちのやりたいことはできたんで良かったと思います。めっちゃチャンスありました。相手も退場者でイケイケだったんですが、大月選手のシュート打ちましたが、そうそう、真正面でした。真正面練習してるんですけどいつも練習真正面。いや、いつもは入っちゃうんですけど、ぐいぐい入ってます。はい、緊張してましたね。緊張して1万人と思いきや3000人の前で、はい、緊張していた。そうですね。ありがとうございます。次、諸江選手なんですけど、今回の栃木戦が初スタメン、はい、ということだったんですけどまあ、危なげなく落ち着いてプレーしていたようには見えたんですが、どうだったんでしょうか。はい、出てない時もベンチだったり上から試合見てて、良くない面もいい面もいろいろ見れたので、試合にそれを今回の試合で活かせたので良かったと思います。まあ出てない期間があったけど、別にただそうと思ってるだけじゃなくて、まあいい準備をしてて、はい、逆に出てなくてもいい準備をしてた。それでいいんです。いいんですいいんです。いいんです。じゃあ次、連戦が次続くんですけど、次の試合5月1日アウェーですね。はい、そこでももう村井選手リーダーシップを取ってしっかり相手に1点もやらない感じで行ってもらってもよろしいでしょうか。はい、無失点で、無失点でいきます。そしてその次、次ホームでアウェーで勝ってホームで行くと3連勝っていう、そうですね、ことになるはずの、大分戦いつでしたっけ。5月6日私の誕生日でございます。ドンドン大月雄平選手の誕生日5月6日おめでとうございます。5月6日です。どっちとも5月生まれなんで。あ、そっか、健太も5月生まれか。諸江選手いつでしたっけ。27です。9月18日です。いや、いいアンバサダーアンバサダー滑ってるからいいじゃあ5月6日、大月選手の、誕生日っていうこともあって、絶対勝ちましょう。ちょ、勝利で行ってほしいんで、まあ、1点取るってことで。そうですね。ケンタも頭で、まあ、雄平にプレゼントします。そうですね。じゃあ俺も外で、グラウンド外でプレゼント持って待ってます。ありがとうございます。サポーター、ファンの皆さんも随時大月選手プレゼント受け付けてるんで持ってきてください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次のホーム戦が5月6日応用大分戦、西武緑地公園で14時キックオフということなんで、皆さんぜひ足を運んで見に来てください。前の前回の3000人を超すような盛り上がりを見せたいと思うんで、ぜひプレーの面でも盛り上げていただきたいと思います。以上、現像チャンネル大月選手、諸江選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。